こんにちは、ガーサーリーマンです。今回は SOX する爆上げと題して説明していきたいと思います。ちょっと先週ですね、体調崩してまして1週間お休みいただいてました。はい、私の簡単プロフィールです。このチャンネルではガーファで勤務するガーサーリーマンが投資に関する情報を発信しております。私は投資先として米国株式オンリーでやっております。総資産4600万円になってまいりました。はい、チャンネル登録いいねよろしくお願いします。はい、今回の内容です。年末ラリーが絶好調です。皆様ご存知かと思います。12月に入って上昇する日が継続しておりまして、 SOXL、TCL などの3倍ブル ETF もそうですし、各種インデックスもですね、上昇をし続けています。この上昇はですね、私事前の予想通りではあるんですけども、現状の整理と今後の予測を説明していきたいと思っております。私のことをですね、信じて、待っていただいた方、おめでとうございますという感じですね。やはり信じるものは救われるということなので、次の予測もですね、ぜひ見ていただければと思います。はい、SOXL、ナスダック、最高値更新というところで、これ本当にですね、最高値更新してるんですよね。で、まずですね、サンバイブル ETF を年初来で、グラフにしたのがこちらになってます。もうここ見てください。ここの急激に上昇しているのがまさに12月に入ってからで、その前はずっと横横してますねという、期間があったんですが、もうここで一気に各指数ですね、 QLD 含めて上昇しているっていうのがよくわかります。そしてさらにですね、例えばこの一番上の SOXL 青いラインを見るとですね、もう頭抜けているんですね、今年の最高値から。で、実に 226% 上昇しているという、さすが3倍ブルという感じになっています。で、TCL も 207%、TQQQ も 191% ということで、3倍ブルに至ってはもうほぼほぼ 200% ぐらいが上がっていて、じゃあ QLD はどうかというと、QLD もですね、そこそこ 114% 上がっているので、もうこれだけ上がれば十分だろうという感じです。で、これだけ上がればレバナンス売れるかなと思ったんですけど、私のレバナンスはまだ 10% ぐらいマイナスになっていて、まだ売れないというところですね。もうちょっと頑張ってくれというところでございます。で、次にですね、3倍ブルではなくて、インデックス指数を、見ていきますと、まあ、S&P500、ナスダック、ニューヨークダウですね。このようになっていますと。で、こちらも、もう綺麗、これ年初来のグラフですが、綺麗に頭抜けていますと。まあ、つまり、年初来の最高値を各指数更新しているというところです。で、やっぱりナスダックが一番上昇率が高くて、53%。これ1年間で 53% ですから、こんなの、インデックスファンドで普通ありえないんですけど、まあ、これぐらい上昇したというところです。で、S&P500 もですね、まあ、ナスダックほどではないんですが、23.41% ということで、まあ、インデックスが普通 7% で高いんじゃないかとか言ってるレベルに関して見れば、ものすごいパーセンテージです。で、ニューヨークダウは、まあ、これら2つとはですね、ちょっと比較すると低いんですが、13% というところで、まあ、12月に最高値更新するだろうと予測を以前から私はしていたんですが、まあ、その予想通りにはなっているというところですね。で、じゃあ、フェア&グリードインデックスを見てみるとどうかというと、なかなかこの67ぐらいの数字から上昇しないんですね。一瞬70ぐらいになったタイミングがあったのかもしれないですけど、このエクストリームグリードっていうのになかなかならないので、まあ、上昇はしてるんですけど、こう緩やかな上昇という感じですね。で、こちらはですね、以前 SOXL が18ドルぐらいの時に説明したスライドになっていて、で、まだ 18.38% で、今年の最高値28ドルぐらいだったから、これぐらいまで行くんじゃないかと。で、仮に行ったらこれ 55% ぐらい上昇しますよって話をしてたんですね、当時。で、今やですね、SOXL 30ドル行ってますので、もうまさにこれがもう現実になったと。なので、この動画を私が投稿した時に、まあ、この時に SOXL を買っている人がもしいればですね、まあ、もうおめでとうございますと言いたいというところですね。で、こちらもですね、毎回少し前まで今後の株価予測ということで、表示していたグラフなんですが、まあ、こんな感じで12月に向けて上がっていくというふうに予測をしていました。で、12月の入った瞬間ぐらいに、利確タイミングって言ってたんですが、まあ、ここがちょっとタイミングが後ろにずれていて、12月に入ってからどんどん上昇していきました。だからここは少し予測が外れてるんですが、この12月中旬まで、上がるというのは、まあ、予想通り、タイミングはずれてるんですけど、12月
まあ今年の末に向かって上がるっていうのが予想通りだったというところです。で、まあ、もともとの私の予想でもですね、クリスマス以降下落としているので、おそらく来週はですね、利益確定売りも あってですね、一旦下がると思いますので、皆さんここで利益、一旦利確かなという気がします。で、毎年ですね、クリスマス前後って上がるかなって一生思うんですけど、なんか下がるんですよね、クリスマス前後。で、年度末まで下がり続ける傾向があるので、まあ、今売るっていうのは一番いい選択肢なんじゃないかなというふうに思ってます。で、まあ、こんな感じでですね、株価だけ見たら株高になったんですけど、急激な円高にも同時並行になっていて、で、株上がってるんですけど、そんなプラスになってないんですよね。やっぱり円高の影響ってやっぱすごいなっていうので、でもこの急激な円高っていうのがあまりにも急激すぎてですね、まあ、どれぐらい急激かっていうとこれぐらいなんですが、もともとここら辺151円ぐらいだったのが142円に、これわずか1ヶ月になってるんですね。日銀が介入でもしてんじゃねえかなって思うちょっと思ってしまうぐらい、1ヶ月で9円も円高になってるという、あまりにも急激な変化が、まあ、起きていたと。まあ、それによって株高にはなっているんですけど、そこまでプラスになっていないっていうのが、まあ、ちょっと残念なところです。まあ、レバダンスはこういう時に為替ヘッジありなので、影響を受けてないっていうメリットはありますね。なので、まあ、これ改めて、まあ、今回見てて思ったのは、円高と株高って難しいなというところですね。で、今後利下げが始まっていくと、まあ、多分円高になっていくんだと思うんですけど、まあ、株高にはなるんだけど、円高にもなるというので、結局なんかプラマイ増えてるのか増えてないのかっていう状況がもしかしたら来年発生するのかなっていうふうにちょっと危惧してます。で、私のですね、今後の予想なんですが、先ほどもちょっとお伝えしたんですが、12月の24日前ぐらいですかね、を目安に一旦株価は下落するんじゃないかなと思ってます。なのでここで利益確定売りをした方がいいのかなという気もします。で、これ毎年のことなんで、まあ、その他の、まあ、要因とかですね、まあ、実はあってですね、まあ、この辺は下がりやすくなるっていうのがあります。で、これが12月31日に向けて下落が継続していくので、一旦ここは何もしない。買わない。売らない。で、年明けから日本で新NISA が開始されることもあって、今までのやってなかった人がやっぱり始めると思うんですよね、新NISA。で、まあ、その最初から情報を得ている人は、S&P500 とかのインデックスファンドを買うと。そうすると、まあ、各種指数っていうのもおのずと上がるんじゃないかなと思ってますと。で、かつ、利下げが開始される、来年利下げになるということで、株高に一直線に行くんじゃないかなっていうことですね。で、2024年っていうのは、まあ、確実に利下げがされますので、まあ、年明けすぐに一括投資をすることで爆撃の可能性は大というところで、私は年明けすぐ一括投資論に、まあ、ちょっとお金があるんだったらやった方がいいんじゃないかなという気がします。お金がなかったらまあできないんですけど、まあ、ただこの時に先ほどの151円から142円とかっていう急激な変動っていうのもまあ、あり得るので、まあ、ここをどう考えるかですよね。その一括投資をして株は上がったんだけどものすごい円高になってなんかプラマイゼロぐらいになってしまうっていうのはそれはそれでなんか、悲しいなっていうので、まあ、そういう意味でもやっぱり分割して、積み立て投資っていうのはまあ理にかなってるっていう、まあ、為替リスクのヘッジのためにも理にかなってるっていうのはあるんでしょうね。まあ、ただ一括投資をしたいと思います。私も若干やると思います。はい、今日のメインのトピックは以上なんですが、まあ、最後にちょっとちらっと情報が入ってきたので共有なんですが、 SBI 証券のクレカ積み立てが月10万円が来るんじゃないかというところです。で、まあ、これちょっとニュースリリースの一部抜粋なんですけども、まあ、そこにですねなんか全然違う話いろいろ書いてるんですけど、いきなりなお当社は関連法令改正があり次第クレジットカードでの投資信託の購入上限を現在の5万円から10万円引き上げると検討しています。さらにお客様の多くのご要望いただいて投資信託の定率売却機能などより利便性の高い機能を随時追加してきますということが、まあ、さらっと書いてあるんですね。まあ、つまりこれ法的に OK になればいつでも10万円で引き上げるよっていうことを言っていると。で、これをやってですね、まあ、例えば SBI 証券とその三井のカードで、まあ、5% のバックみたいなのが本当に10万円になってもなれば年間6万円のポイントだけ年間6万円入ってくるんですね。
いや、これはまあ利用しない手はないので、まあ、また SBI 証券が最強になっていくなっていう感じです。で、さらにこの定率売却っていうのも、まあ、まだ 今皆さん使うことないと思うんですけど、もうこう地味に、素晴らしい機能で、まあ、確か楽天証券はもともとあったんだと思うんですけど、SBI 証券がなくてですね、欲しいね欲しいねってみんな言っていたと。で、これはもう リタイアした時に定率売却っていうのができると、まあ、すごく便利だというところでございます。はい。はい、今日の話は以上になります。チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。もうすぐ年末です。頑張りましょう。